アメリエさん、いや今回素晴らしかったですね。取材のセンスがとってもいいと思います。で、どんなところに注目して、動画を作っていくのかってことをね、しっかりと見せてくれたと思います。立花さんの演説をベタ撮りするような動画とかが多かったりする中で、こういうふうにね、生の声といいますか、みんなでその選挙を作り上げていくこのスタッフ側といいますかね、テレビ局とか映画でいうと映画とかタレントさんとかにフォーカスするんではなくて、大道具さん、小道具さんっていうものとかね、そういったものがうまくまとめられてるんではないかなと思いました。で、よく感じるのがこれね、皆さんね、ギャラのためとかなんか自分の利益のためにやってるというよりも、その瞬間その瞬間楽しいこととか高い理想のために働いてるんですよね。だからギャラも出ないし、お腹が空いたら自分の弁当だし、それからまあ言ってみればね、怪我も自分持ちというねやつですけども、もうこの町内会活動とかと比べるのはちょっと違うと思いますけども、義務だからやれとかね、順番だからやれとか、任された以上やれみたいな妙なね、日本人特有の脅迫観念に近いような義務感ではなくて、もうねこれ自分がお金を払ってもいいからやらせてくださいと。で、そのやるためになんか資格がいるんだったら資格取ってくるんでやらせてくださいとかね、みんなこう楽しくやってるんですよね。普段からこういうふうにね、私たちもその高い理想のために働く、生活費のために稼ぐんではなくて、本当にこの事業というですかプロジェクトが素晴らしいからやるんだっていうね、そういう思いでやる人ばかりだと素晴らしい世の中になるんではないかなと思いますよね。今回アブリーさん本当に素晴らしい取材でした。チャンネル登録者数ももうすぐ150人ですよね。つい3、4日前じゃないですか、80人突破ありがとうみたいな動画作ったのね。だからね、こういうふうに安倍理恵さん自身が、りっちゃん自身がこの取材を楽しんでいるところが出てるんではないかなと思うんですよ。もうりっちゃんもね、チャンネル登録者数を増やそうとかね、 YouTube で稼ごうなんていう気持ちよりも面白いからやっているっていうようなね、立花陣営の皆さんと同じようなその動機で今取り組まれてるんではないでしょうかね。皆さん、他の YouTuber さんもこういうふうにね、確かに稼ぐためにやる部分がある、自分の影響力を強めるためにはあるんですけども、どっちにしてもね、チャンネル登録者数が100人とか200人とか、それから再生数がね200とか300のうちは影響力もないですし、もうそこで稼ごうなんて思えないですから、だったらせめてですね、高い理想のためにやっていくっていう、このアベリエさんの動画をね、ちょっと参考にできるんではないかなと思っております。それでは本日は以上です。りっちゃんまた取材してください。